なたの病を見事癒してみせる男が参りました。万能の男、何でもやってのける面構え、再び自分を取り戻した男、ほらご覧なさい、自信に満ちているではありませんか。死からよみがえった男、姫をよみがえらせることだってきっとやれるに違いありません。光まばゆい宮殿、兵士は横たわった姫の傍らに立ってバイオリンを弾き始める。横になっていた姫が起き上がり、兵士を見つめる。難病は立ちどころに癒えた。
悪魔が現れて二人の仲を裂こうとする。